まあとにかく美味しい、うん、皆さんこんにちは、木島龍太でございます。私この間蕎麦屋に入りましてたぬきそば頼んだわけですよ。そしたらそこで出てきたたぬきそばがまあえらい美味しくて、なんでこんな美味しいんだろうって思ったら、やっぱり揚げ玉がうまいんですよね。今日は簡単に作れる方法を紹介しますんで、こんなクソ暑い中作りたくないっていうのも分かるんだけど、騙されたと思ってまずちょっとやってみてください。早速揚げ玉から作っていきます。 YouTube チャンネル木島ご飯では、祖母から3代続くプロの料理研究家木島龍太がごく普通の食材でちょっと新しくて間違いなく美味しいレシピを紹介します。お店の揚げ玉ってなんで美味しいかっていうと、天ぷらの具材とかの味が染みた衣だからまあ美味しいんですよ。だからただ小麦粉を揚げただけじゃあんなに美味しくならない。でもじゃあ家でエビ揚げてからわざわざ揚げ玉作るかって言ったら、そんなのもめんどくさくてできない。今日のちょいコツはこちら、ちょいコツポイント、隠し味で揚げ玉を美味しくする。では早速作っていきましょう。はい、まずボウルです。ここに揚げ玉の材料をどんどん入れていくわけですけれども、まず入るのがこちら、マヨネーズ。マヨネーズを小さじ1杯分ぐらい、ほんのちょっとね、はい、入れます。マヨネーズってこういう衣に入れるとサクサクに仕上がりやすくなる性質があるんだけど、マヨネーズ自体さ、卵のコクがあったり油のうまみがあったりするので、ちょっとこれだけでね味が出るんです。続いて入るのが最近よく見る鰹節の粉ね。これも出汁だよね。この鰹節の粉がちょっと入るだけでやっぱりこれも美味しくなる。さあ、そしてここにお水です。お水を入れて混ぜていく。天ぷら粉を作る時に卵を入れることも多いと思うんだけど、卵を入れると大量に衣ができちゃうので、そんなにね衣いらないんですよ今日。なのでお水だけで十分。さあ、そしたらねちょっとこっち油見てもらおうかな。油前もって準備しておきましょう。20センチのフライパンに1センチ深さぐらいまで油を入れて中温に熱しておきます。これを衣を作る前に最初にやっとこう。これね、さあ今ね水とマヨネーズと鰹節が混ざった。そしたらここに入るのが小麦粉。小麦粉入れます。小麦粉を入れたらざっと混ぜていく。混ぜすぎるとグルテンができて重くなっちゃうので、こういう感じでざっと混ぜていきましょう。さあ、じゃあ油の方見てみましょう。このね、油の上に指をこういうふうにやって、熱さを感じたら油が温まってるってことです。これ鍋の外熱いのはガスの熱さだからね。ここ油の上熱いですね。はい、で熱くなってったらまず一滴垂らしてみます。落としてすぐ浮いてくればもう十分熱くなってる。ではこっから作っていきましょう。スプーンで少しこういう風にかけながら、このフライパンの縁で叩いていく。ちょっと楽しくなってくるね、これ。そうするとすぐ浮いてきます、こんな感じで。で、泡がブクブク出てるっていうのはまだこれ衣の中に水分があってカリッとしてないっていう話なので、泡がほぼほぼ出なくなるまでまずは揚げてください。で、だんだん色づいていきます。で、これがあると圧倒的に便利なんですよね、この網ジャクシ。これ揚げ物やるときに本当あるとないとだと段違いなので、これは買っといた方がいいかな。油の泡が減ってまいりました。そしたらこれを取り出していきます。今日は20センチのフライパンでやってるので一気に大量には作れません。では第2弾いきます。これ具材を入れてないから油の温度が下がらないので、すぐね油の温度上がっちゃうので、火加減だけちょっと焦げそうになったなと思ったら火止めちゃう。この繰り返しで。いや本当にさ、暑いからそば食おう、暑いから冷たいそば食いてっていうのに揚げ玉揚げるってめんどくさいと思いますよ。もう気持ちは本当にわかる。この本当に気持ちはわかるんだけど、でも本当に美味しいから騙されたと思ってまずはやってみてください。で、今日はおそばに合わせるけど、俺この揚げ玉って結構いろんなトッピングに使えると思うんですよ。おすすめはご飯の上にめんつゆをたらっとかけて、この揚げ玉、出来たての揚げ玉をどさっとかけて、卵乗っけて
揚げ玉、揚げ玉卵かけご飯 AGTKG AGTKG めっちゃ美味しいと思います。ぜひやってみてください。はい、揚がりました。ちょっと一個食べてみる。あっつ、ほらこのサクサクですよ。これだけ食ってもうまいね、もはや。さあ続いて合わせる具材の紹介です。何でもいいんだけど、俺これがあると嬉しいなっていうのがきゅうりの細切り、そしてこれカニカマ。カニカマって普通に生活してるとさ、割となんつうの、しょぼい感じに感じると思うんだけど、ことたぬきそばの上に乗ってるとこの人むしろ主役じゃねえのってぐらい主張するので、おすすめ。カニカマおわかまぼこね。あとは長ネギ、これね小口切りにしておきます。まず切っていきましょう。はい、ネギが切れたらお水でさらして辛みを軽く抜きます。水にさらして辛みを抜いておきましょう。きゅうりの細切りの仕方については別動画、きゅうりの細切りの仕方をご覧ください。3種類のきゅうりの細切りの仕方が載っています。今日はその中で斜め薄切りにしてから細切りにするという切り方をのきゅうりを採用しております。続いてカニカマ、カニカマちゃんは、斜め半分ぐらい切っとこうか。こんな感じでね。こうするとがぜん鋭い先端がまるでカニのハサミを模してるかのようで、より主張してくる感じよりカニ感が主張されますね。いや、カニ感は別に主張しなくていいのよ。このカニカマのかまぼこ感が欲しいんだから俺。このカニカマ感でね、かまぼこであるっていうことを忘れないでもらいたい。カニカマには、なんか最近ね、まるでカニのようなっていうけど、いや、カニじゃないんだから。あくまで美味しいかまぼことしてのカニカマですからね、俺が欲してるのは。こんな感じです。はい、というわけで、具材の材料はできました。今日は自家製のめんつゆを、炭酸水のペットボトルに入れて持ってまいりました。これね、去年そうめんの茹で方編の時にそうめんのめんつゆ、そうめんのめんつゆっていうので紹介してます。その時はだし、醤油、みりんの割合が4対1対1だったんですけど、ぶっかけ麺にする時は5対1対1にするといいと思います。だしが5、醤油1、みりん1です。で、たぬきそばの時は俺ちょっと甘めが好きなので、そこにお砂糖を少し加えて作ってます。でも作るのめんどくさいっていう人は、3倍とかの、めんつゆ、濃縮めんつゆ、あれを水で割ってください。その時もまあちょっとね、砂糖とかみりん足すと、今回のたぬきそばと合うめんつゆができるんじゃないかなと思っておりますが、ぜひこれ作るのも美味しいです。作った方が美味しいです。さあ盛り付けていきましょう。今日はね、そば乾麺を使ってます。1人乾麺だったら 100g ぐらいはいきたいよね。まあお好みの量を茹でてしっかり冷水で締めてください。続いてトッピングです。きゅうりはちょっと縦向きにね、立てかけるような感じで横にカニカマちゃんを置いていきます。カニカマもね、立てるような感じで、そして、水気をしっかり切った長ネギの小口切り、これをどさっと盛りまして、今日の主役の揚げ玉が乗ります。もうこの揚げ玉がとにかくうまいからね、たっぷりかけましょう。仕上げにめんつゆ、これ揚げ玉にかかんないように、こう、そう、こういう感じで縁の方から回しかけていく。きゅうりとかにはかかっていいよ、別に。揚げ玉にはね、最初はかけない方がいいと思います。適量かけてください。これで出来上がり。この後はセルフ食レポとたぬきそばに関する無駄話です。はい、できました。ザクザク言ってるもん。いただきます。うめえ。やっぱこのクリスピーさ、でもわざとらしくないクリスピーさなんですよ。で、しっかり噛むと油のじゅわっと感もあるし、で、この最初の食べ始めのね、このザクザクももちろん好きなんだけど、俺この汁を吸ってふやけてきた揚げ玉のまた良さ。お前さっきまであんなサクサクだったのに、ふわふわやないかっていう感じもすごい好きなんです。まあとにかく美味しい。うん、このね、きゅうりとネギの青臭さが加わるとこの揚げ玉のコクがさらに引き立つんですよ。そう言ってるうちに時々口に入るカニカマが、高級食品なんじゃないのこれって思う。
わさびとか添えてもいいね。あと東京のなんか古い町そばみたいなところ、なぜか梅干しが乗ってたりするんですよ。それもまたね、口直しに最高。というわけでめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ作ってみてください。チャンネル登録、コメント、グッドボタンお待ちしております。リクエスト、質問、お悩み、ご相談お待ちしております。というわけでまたぜひ見てください。さよなら。